土砂がずっと流されてきますので、浅瀬にはですね、いろんなあの粒の粒子のね、違う大きさの、まあ、砂だったり泥だったり、まあ、こういったね、染み込んでいって、粒のね、粒子の大きなものに関しては色が抜けてね、ちょっとピンク色がかったようなもの、そういったね、砂岩も場所によっては見ることができるんだそうです。そしてよく見るとね、あ、なんかいました。あ、僕アンテロップかな、はい、右手ね、2頭かな、少しこう黄色みがかったね、硫黄、サルファーですね、サルファ ー、 あー黄色い地層の層があったりということで、まあ、そのね、含まれる、まあ、ミネラル、鉱物のね、色の違いによって、変わって、売店がありましたんでね、あの本を調べてましたら、あのこの国立公園の中ではなくて、ちょっと外れた、まあ、場所、エリアとしてはね、この辺りなんですけれども、国立公園のすぐ外側にあの私有地があるそうで、やはりなかなかね、国立公園の中っていうのは撮影許可が下りにくいということもありまして、先のとんがったこうタワーみたいなね、浸食が進みまして、最終的にこうね、なんていうんですか、土の柱みたいな、地形はこれピナクルなんていうことでね、こちらでは言います。フードゥとかね、ピナクルっていうね、言い方をしますけれども、まあ、左手の景色もね、これいいですね。景観の浸食というのは今現在も進んでおりますのでね、まあ、私たちが生きている間にね、 大きくこうあの景色がね変わるということはないんでしょうけれども、まあ、これがねやっぱり500年、1000年、5000年、1万年といった形でね、また経過するとこう景色がね、また地球環境の変化によって、変わっていく。それではね、間もなくね、最初のビューポイント、ね、その日程表の方にはね、入ってないんですけれども、パノラマビューポイントっていうのがありますのでね、そちらの方でちょっとね、お写真。帽子があるんだったら横が見えなかった。自信ないから。
デジタル。私たち走ってるのはね、これ240号線ですけど、44号線っていうね、国立公園の外を走ってるね、道路ポイントがもうすぐね、近づいてきます。なので左手の方もね、景色いいですね。車窓からちょっとね、見ていてください。お疲れさんな。ボコボコっとしてるところがまたこうなんていうか可愛い。